パニック4、今月のマンスリーゲストは水星チークダンスのチロルです。よろしくお願いします。お願いします。初めての、はい、女性ゲスト。あ、本当ですね。やった。なんか違いますね。そうですよね。もちろんあのパニック4は見てくれてるよね、うんうんうん、はい。え、もしちなみに どの回を見ていただけました。どれが好きなんですか。ワンちゃんと猫ちゃんの名前から。あのペット山田さんのやつか。山田さんのやつですね。あれ猫出てきたかな。犬ワンってちゃんと言うなよ。ワンって言いましたね。どこかに犬がいるな。あれがね、仕事の調子上で一緒にいないといけんくて、そうそうそう、あのいろいろと車をしててか、うん、かわいい。それで今日はゲストがお二人で、今日ゲストがお二人ということで、はい、犬と女性です。コピー売ります。コピー売ります。このまあおこがましいですけど、このジャニオタ芸人が、うん、4人集まったということで、うん、ジャニーズ大好き企画月間としていろいろな企画をやっていきたいと思います。はい、で、チロルはもうガチやねんね。はい、めちゃ好きです。めちゃくちゃ好きやねんね。めちゃくちゃ好き。だって TikTok もジャニーズあるあるバズってるんですよ。はい、ありがとうございます。すごい。バズってそうね。先ほど写真もらいましたけど。はい、そうなんや。ちなみにどこの推しなの。私は関ジャニ∞です。関ジャニ∞。はい。早速ね、じゃあ、はい、今回の企画、はい、いきましょう。芸能界に入ったから見れましたジャニーズタレントの素顔報告会。僕たちもね、あの芸人として芸能界に入っていますが、はい、ジャニオタ芸人と最高の瞬間、はい、それは大好きなジャニーズタレントさんと共演したり、はい、テレビ局で会える時です。はい、正直そのために芸人になったと言っても過言ではありません。はい、ね、ということで今回は、僕らが見たジャニーズのタレントさんの素顔を報告し合いたいと、はい、いうことで、いいですね。こんな素顔を見たよという方、はいはい、みんなちょっとバーバーしちゃってる。おさな。会ったことみんなやっぱあるんですか。あります。お前もあるんか。もずくちゃん誰やろ。もずくもあるの。誰にあるっけ。私あります。ある。何でなんで。私は直接あがっつり会ったのが横山君です。おお。番組で私たちは中継行くんで、さっきメイク入ってたんですよ、うんうん、で横山くんもその日同じ番組でスタジオ、うん、でただその日なんかその曲をロックインみたいなんで朝からずっと出てはる日やって、で朝からずっと出てたんで、まあ、メイクの時間がたまたまかぶる見かけみたいな感じだったんですよ。で私がメイク終わってトイレ行こうと思ってバッて出たら、こうおはようございますみたいなこう周りから聞こえて、で誰か来たんやわと思ったら、メイクしてバーンなって、ガラーサングラスかけて革ジャン着てカバンバーン持った横山くんが入ってきて、うわーと思って、でも挨拶しないとってなって、うん、こうおはようございますって言ったら、うん、ウィッスーって言われました。あーすごい。ヒゲ丸いイメージ。なんかその眠たそうなイメージだったんですよ。朝とかはちょっとイメージだったんですけど、えらい朝一から綺麗いなと思って、めちゃくちゃびっくりしました。僕も横山君あるんですよ。あの田村健二さんがやってる焼肉田村にお店行ったら、横山くんが食べてて、プライベートで、でもめっちゃ優しかったですもん。ほんまにあの。でその時ダイアン津田さんもいたんですよ、はい、津田さんがなんか横山くんいじるみたいな感じになってたから、その時めっちゃ腹立った。津田さん誰いじってんねんって。ほんまにもうかっこよくて優しくて、はい、もう津田さんにもなんか突っ込んでたイメージがあります。横山くん、でも横山僕も、うん、ジャニベンっていう番組があるんです、あ、うん、僕も出ました。はい、してもらった時に、いやほんまめっちゃ優しいなと思ったんですけど、うんうん、もう全く知らん芸人じゃないですか、うん、言うても向こうからして、うん、向こうなんかもう全国の人で、うんうん、はい、でこっち1階のなんかね、うん、片隅でやってるのは芸人じゃないですか、うん、世のにその楽屋みたいな大楽屋みたいなのあって、で関ジャニさんが普通にしゃべってて、うん、で僕ら入っていって、んでどうしようみたいな、なんかどうしたらいいかなみたいな時に、横山君がもうパッとこう気づいてくれて、うん、あ、おはようございます、よかったらあのこっち来てくださいみたいな、みんなちょっとしゃべりましょう、優しい、優しい、すごい、やっぱもう、やっぱ上行ってる人、やっぱ人柄いいんやなってめっちゃ思いました、本当に。
元ヤンなのに。あ、元ヤンなんや。ゴリゴリ元ヤンですよ。あ、そうなんや。そうなんや。だからちょっと怖いイメージあったんですけど。あ、そうなんや。なんか聞く話が全部良くて横山さん、うん、ほんま、うん、感動しました今私、うん、嬉しいです。いやー、本当に優しかった。そういうイメージある。横山くん優しいよ。ほんまあります。あ、僕あ、僕あのまああの学転職もやってた番組なんですけどな、あ、アホやねん式やねんって NHK さんで言ってました。あ、マジで、あの観覧に、観覧に、僕何でしたっけ、芸人さんの会って何やったんですか。ジャニーズさんの会があるんですけど、はい、金曜日やったんですよ。やったかな。で、あのその時はあのジャニーズ WEST の、はい、え、浜田くんがジュニアで出てたんですよ。で、月曜日から金曜日まで全員集合の、はい、なんかトークコーナーの収録があったんですよ。俺もすごい丁寧にも、あ、浜田です、よろしくお願いしますって、いざスタジオ始まったら、はい、もう何やってもキャーのドカーなんや。すごい。浜田くんがこう足組んだら、うわーって、でちょっとウィンクしたら、うわーって、うわー、こっちはもう鉄板のトークでゴムみたいな、その時からやっぱりかっこよくて、うん、いやー、そう好きですね、うん、なんかあのアホ好きって、だからあのなんかあっこから飛び立っていく人多かった。多い、多いです。僕だからそのジャニーズウエストなる前の修行学校、はい、あ、スノーマンになる前の向井、はい、で、なにわ男子の前の大西くん一緒に出てて、でデビューしてから、はい、まあ、アホ好き終わってで、ジャニーズウエストデビューしてから修行学校にラジオ曲でもうめちゃくちゃ久しぶりに会ったんですけど、うん、はい、ちゃんともうなんかもうその期間なかったぐらい、あ、どうも江戸さんみたいな感じで、そこに連絡ですみたいな、優しい、すごい、まあ、ほんまにすげえ社交性やな。確かに覚えてくれてるのが嬉しいですね。そうなのよ。あの、なにわ男子会いました。僕会いました。なにわ男子はでも全員と会ってて、マイドジャーニー、はい、前に出た時にまだジュニアだった時のあの子らで、ミッチー道枝くんがまだちっちゃい時に漫才一緒にしたんです、3人で。そうで、それでそっから道枝くんかわいいかわいい言ってて、で、せやねんとかでたまに一緒になったりしてて、で、1回 M1 ツアーで沖縄行ったんですよ。で、沖縄から帰ってきて飛行機から降りた時、たまたま道枝くんもって、で、みんな並んで待ってくれてたんですよ、逆にその登場、登場口から、はい、で、あれって、なんでおるんって言ったら、いや、たまたま飛行機乗った時見つけたんで挨拶しようと思ってっつって、おジャニーさんになってもらって、ジャニーさんになってもらって、完全にジャニーさんになりました。そう、まあ、10年でも、ね、来てて、たまたま見て、あの、僕ドラマ見てたから、もうおっさんみたいに見たよ。その時、ほんまに普通におっさんなのよ。ちょっと、見たね。商店街のおっさんみたいな感じ。ありがとうございます。頑張りやる。そうそう、頑張りやる。いや、わしやる。そう。あと、はい、元スマップの香取さんとたまたま遭遇して、そう、昔レッドカーペットって1分ネタ、フジ、はい、テレビの、で、そこに行って僕トイレ行って、そのドア開けた瞬間にたまたま香取さんが、その時やってた ドラマかな、なんか孫悟空の格好で、はいはいはい、周りボディーガードの、団体とたまたま俺遭遇して、僕そのままその団体に入ってしまった。なんかわからんけど、で、なんかエレベーター乗るときにボディーガードに君誰やって言われて追い出されたんですけど、もうめっちゃかっこよくて背も高くて、すごい、すごいな、これがジャニーズやねん。最悪1位になったんですよ。最悪の1位でもやっぱ僕の方がやっぱ一番すごいんちゃうかな。いや、やっぱり、はい、いや、そのここまで一回話しましたけど、はい、白で抜けて言いますけど、はい、僕平成ジャンプ推しなんですけど、はい、一回ね、ラジオにね、山田くんと知念くんと高木くんが来てくれて、やばっ、ほんで、この3人と僕が大喜利対決したんですよ、はい、なあ、うん、見事に僕負けまして、負けたんですか、はい、で、その時の罰ゲームで、はい、奥田がね、罰ゲームを決めたんですけど、はい、
僕がなんか一丁羅のこのなんか服のエンブレムみたいなついてる服着てたんですよ、はい、それを奥田がじゃあちょっと山田くんにちぎってもらおうみたいな、やそれはちょっとって言ったんですけど、いやもういいでやってください、うん、で3、2、1でプチでちぎって、うん、でその場むちゃくちゃ盛り上がって、はい、で終わって、うん、でありがとうございましたで次の翌週のラジオですか、はい、その前になんか「ゆりさんこれ小包が届いてます」とでパッと見たら山田くんから言って開けたらまずお手紙が入ったんですね、でお手紙入ってて、先週は服をダメにしてしまって申し訳ございませんでしたみたいな、でちょっとあの服に並ぶかわかんないですけど、僕ちょっと服選んだんでちょっと送らせてもらって、俺山田くんから直々に T シャツもらったの、ポロシャツやん、ポロシャツもらったの、こんなことないでしょ、すごすぎます、直筆のやつって着てるんですか、いやもう着れないですよね、置いてる、そのまんまの状態で置いてる、うわ触れないですね、やばー、もうニッチもサッチもいかんようになった時に売る、売るわ絶対置いておきましょう、無理ですって、ニッチもサッチもらってシアミン決勝で山田くん着てたの、うわめっちゃ腰低いよ、いや、そうですね、ほんまに、なんで品の書が残っちゃうんだマジやと、90度じゃない、そう、いや、保険さんにも会えたし、僕にももうほんまにどんなまで、ほんまそうですよ、そう、めちゃくちゃ、礼儀正しいっていうか、ジャニーズってやっぱ、尊いというか、うん、どんどんファンになっちゃうよね、沼深いですよね、かけ出したら、もう止まんない、止まんないですね、止まんない、止まんない、そうなんだし、ハハハハ。